にちは、スタイリストのゆりです。はい、今日はアベダのブラシを使った頭皮と髪の毛のケアの仕方をご紹介いたします。実は今日のモデルさんは高校の時の同級生です。はい、まずはじめにアベダのクッション性のあるパドルブラシを使った頭皮のマッサージの仕方とブラッシングをご紹介いたします。まずはブラシを縦に使い、上から下に向けてブラッシングしていきます。で、髪の毛の絡まりを取って頭皮をケアしていきます。次はブラシを横に使い、100円のツボに向けて下から上に頭皮と毛穴を動かすようにブラッシングしていきます。次はブラシの面を使い、左右のこめかみあたりにグリグリとブラシを押し当てます。耳後ろも同様にやっていきます。次はクッションブラシのクッション性を生かして、プシュッと音がするのを確認しながら地肌に押し当てていきます。次はブラシの面を使い、頭全体、特に後頭部をポンポンと叩きます。ブラシの柄を持って軽やかに刺激していきます。今のブラッシングで頭皮を血行促進し、お顔のリフトアップ効果や、髪の毛の絡まりを、自然に解くことができます。次はアベダのプラマサナの、クレンジング前の、使用するブラシを使って頭皮のケアの仕方をご紹介いたします。はい、このブラシの特徴は頭皮の、角質を浮かし出してくれる、ブラシの先がループ状になっているブラシです。頭頂部から毛先まで、上下にブラッシングしていきます。次は生え際から頭頂部へ向かって毛穴を動かすイメージで髪の毛を持ち上げるように溶かしていきます。生え際から頭頂部に向けてブラシを横向きにジグザグと動かします。生え際でブラシを縦方向にジグザグと動かします。手首を下から上に返しながらブラシをローリングする動きで前頭を刺激します。はい、シャンプー前のたったの3分で頭皮の汚れをすっきり落とすことができます。3分です。今日はアベダのブラシを使って頭皮と髪の毛のケアの仕方をご紹介いたしました。